アンダースクールをご覧の皆さん、こんにちは。ファッションデザイナーの宮澤あかりです。今回は可愛くて便利なパスケースの作り方を教えていきます。使う材料はこちらです。使う道具はこちらです。簡単パスケースを作っていきます。まずは土台となる生地を裁断します。 10×18cm を1枚、 10×14cm を1枚、 10×8cm を1枚裁断していきます。水で消えるチャコペンで線を引いていきます。印をつけたところから縦と横にしっかりと線を引いていきます。印をつけたら線に沿って裁断していきます。まっすぐ切れるように慎重に切っていきます。こちらの大きい生地はパスケースの土台になります。こちらの中くらいの生地はパスケースのポケット部分で、こちらが裏のポケットの蓋の部分になります。一番大きい生地の裏面を表にします。両端を1センチずつ折り返して接着ボンドでくっつけていきます。ボンドを塗り広げていきます。当て布を置いて上からアイロンを仕当てていきます。今接着した両端の部分を除いた上と下とこの中間の部分にボンドを塗って接着していきます。塗り広げていきます。半分に折り返します。で布を置いてアイロンを仕当てます。これで土台のパーツが出来上がりました。続いて 10×14cm のポケット布を作っていきます。布を裏面を表にして端の 1cm のところにボンドを塗っていきます。手布を置いてアイロンで接着します。パスケースの窓となる部分の印をつけていきます。真ん中の部分から1センチ、端から2センチ、ここに印をつけます。四角く線を引けたらバッテンの印を先ほどつけた印に沿って引いていきます。続いてこちらのバッテンの部分を切っていきます。まずはじめに中間地点に切り込みを入れます。線に沿って裁断します。バッテンに裁断できました。続いて今切ったこちらの三角の4枚を5ミリだけ残して切り落としていきます。少し細かい作業になるのでお家の人に手伝ってもらいましょう。続いて生地を裏返します。先ほど切ったこちらの残っている四つ角部分を折り返してボンドで接着していきます。これで窓枠が完成しました。切れ端を折り返すことによって布のほつれを防ぎます。続いて土台とポケット部分を接着していきます。ポケット布の上と下の長い辺の部分にボンドを塗っていきます。端から5ミリぐらいの幅で塗っていきます。土台布を挟み込んでいきます。この時に柄の雰囲気が
合ったところを選ぶと見た目が綺麗な仕上がりになります。縦布をのせてアイロンで固定します。土台とポケットがくっつきました。続いてバスケースの端処理をしていきます。バイアステープを2本10センチの長さに切り揃えます。この内側にボンドを塗っていきます。バイアステープの端とバスケースの端を貼り合わせます。挟むようにバイアステープを半分に折ってくっつけましょう。端が見えないようにします。端をカットしていきます。縦布を置いてアイロンで固定します。バイアステープをつけることで生地のほつれを防がり、綺麗に見せることができます。続いて一番小さい布を使ってポケットの蓋を作っていきます。生地を裏返して10センチと8センチの短い8センチの方の2辺にボンドをくっつけていきます。端から5ミリの幅で折り返します。アイロンで固定します。接着できたらくっつけた部分を左右に置いて上に半分に折ります。半分に折った端っこの部分を5ミリに折り返します。アイロンで固定します。内側のこの部分にボンドを塗ってくっつけていきます。これでポケットの蓋部分のパーツが完成しました。続いて合皮の素材でパスケースの持ち手のタブを作っていきます。 1.2 センチ×2センチのところに印をつけます。裁断していきます。続いてパスケースの持ち手部分のこちらの D カンを取り出します。次にパスケースのポケットの蓋と持ち手部分を作っていきます。ポケットの5ミリに折った部分のところにボンドをつけていきます。パスケースにポケットの蓋を挟み込んでいきます。ポケットのパーツをくっつけたら土台の内側部分もボンドを塗っていきます。続いてこちらの合皮のパーツを T カンに通して中心に挟み込みます。当て布をしてアイロンを当てていきます。続いてこちらのプラバンを9センチ×6センチにカットしていきます。プラバンを窓の部分に入れていきます。入りづらい場合はプラバンのサイズを微調整してください。これで窓ができました。最後に D カンと手持ちの部分を取り付ければ完成です。パスケースはいろいろな場面で使うことが多いと思います。皆さんもオリジナルのパスケースを作ったら写真を撮ってワンダースクールに投稿してくださいね。